さあ今回は X クラスの続きをボンド東京からお伝えしたいと思います。一応外装の方がボンドボディでの作業を終了しまして、まあ、最後の仕上げというか、まあ、足元だったりのその辺のメカ的な作業をボンド東京に車移動してやっております。で今こんな感じで全部バラして車高を上げる作業ですねを今エースメカニック長谷くんがやっております。足元がこんな感じで上がるタイプのサスペンションに交換されております。これバネだけじゃなくて、まあ、ショックも全部交換するタイプですね。で大体5センチ8センチ、すいません正確な数字ちょっと注釈で入れておきます。そのぐらい車高が上がるみたいです。で、一応車高の上げ方としてこの足回りで上げる方法と、あとボディリフトって言って、要はこのラダーの上にボディが乗っかってるんで、そのラダーの上にブロックを入れて、でその上にボディが乗っかるようにして、まあ、車高が上がるようにするボディリフト2パターン、上げ方があるんですけど、今回のこの X クラスの場合は、まあ、両方駆使して車高が上がるような、仕様になってるんです。ただ今回ちょっとボディリフトかなりこうハードルが高いというか、まあ、作業的にいろいろやらなくちゃいけないですよね。で、まあ、要はそのボディと、シャーシが離れるんで、まあ、その分いろんなところを延長したりとか、いろいろ辻褄合わせて、まあ、極端に言ったらこのステアリングのシャフトとか、まあ、あとエアコン関係とか、まあ、あとは冷却水関係なんかも全部延長しないと、まあ、要はこれが切り離せないと。というわけで今回まず一旦足回りの交換で車高を上げる作業になってます。でちょっと様子見て、まあ、必要に応じて、まあ、ボディリフトの方にやっていこうかっていう話になってるみたいです。でボディリフトするしないで10センチぐらい車高が違うんですけど、まあ、ちょっとリスクともうその作業があるんで、まあ、今回はとりあえず足回り交換からやってるみたいです。でフロントはこんな感じで変わってるんですけど、一応ショック自体もだいぶ変わってるんで、多分今ついてたのから比べていただければだいぶ長くなってるのがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。これが一応純正の足回り、あ、純正モンローなんですね。これモンローのサスペンションと、さすがにあとはこちらでございます。汚い、よいしょ、はい、モンローのショックが純正でついております。メイドインスペインでございます。そしてバネの方がさすがに車重があるんで、まあ、径はちょっと細めですけど、かなりバネ自体は太いもの、そしてレートはかなり高いものが入ってるみたいです。でこれをそっくり上げるタイプのものに今交換しております。リアはショックと、バネが別体のタイプですね。こちらも今入れ替え作業ナウな感じでございます。これも今比べたら長さはちょっとアップしてるぐらいかな。でこっちもバネがちょっと太くなってるみたいです。こんな感じでショックも今こちらのタイプに交換されて、まあ、バチンと車高が上がる感じみたいです。そして前回お伝えした時は荷台のこの鉄骨的なこちら装着されてなかったんですけど、こんな感じで装着が完了いたしました。ごつい。そして後ろもかな、この辺も多分、はい、前回お伝えしなかったと思うんですけど、こんな感じで。さああとはですね、足回りの他にも一応この擬似的な排気音を出す、まあ、いろんな、まあ、最近だとベンツのディーゼルとかで、まあ、おなじみなんですけど、まあ、それの X クラスバージョンがこちらの車にもつくみたいです。で一応ピックアップデザイン、まあ、元は多分いろんなとこが出してますけど元は多分一緒じゃないかなと。でこちらがついて、まあ、ディーゼルですけど、まあ、迫力のサウンドになるようになってるみたいです。で一応この辺はあの配線の取り回し、まあ、車のそのキャンとかいろいろつないだりするんで、まあ、まだまだ電装の作業がいろいろ残ってるみたいです。こんな感じでございます。というわけで今回この X クラスのもう作業的にはもう終盤の様子をお伝えしました。でこのリフトキットっていうのが、一応ヨーロッパの超有名リフトキットのメーカーデルタ 4x4 っていう、まあ、信頼性も間違いないんですけど、まあ、一応その販売する上で、まあ、ちょっと今どうするか検討中なんで、まあ、続きは追って紹介したいと思います。で最終的には制作段階でご制約なければ店頭に並ぶ予定ですのでぜひチェックしてみてください。さあそれでは今回もボンドボディの進捗をお伝えしたいと思います。見てくださってる方はご存知の限りだと思いますけれども、今進んでるものは RX のオールペン、あとは G800 ブラバスワイドスターですね。今回からちょっと別のプロジェクトも2つぐらい進んでるみたいなんで、それもちょっと見ていきたいと思います。そしてありがたいことにめちゃくちゃたくさんご入庫いただいております。なんか噂ではかなりパンクしてるということで、でボンドボディただいま
業務拡大につきエリア拡張してちょっと人手が足りません。なんで我こそはという方はボンドグループホームページのリクルート欄からぜひご応募くださいませ。よろしくお願いいたします。それじゃあ見に行きましょう。今回僕もちょっと下見してないんでどのぐらい進んでるかわかんないですけど、さあやってまいりました、ブラバスワイドスター G800。 外装はもうかなり組み上がってもうほぼほぼ出来上がってるみたいです。で足元、あ、ホイールが、お疲れ様です。ホイールがこちら、なんとハンツヤすかね、これ後からペイントしてやるんだと思います。この辺が多分外してやり直してるようです。いろいろちょっと最後までホイール何色にしようかなんて言ってたんですけど、こんな感じに仕上がりそうです。で今はまあ仮履きで純正が装着されてますけども、キャリパーペイントを終わってしっかりブラバスのロゴにしてあるみたいです。でまあこの辺が唯一色が入ってるところなんですけど、まあサイドのこのブラバス、この辺と色が合わせてあるみたいです。でまあだんだんちょっとこう色が暗くなってって、室内は最初に見てもらった通りもうちょっと落ち着いた色の赤ということで。そしてあとは外装一周組み上がってるんですけど、こんな感じで、さすがブラバス、この辺のフィッティングなんかも見ていただけるとバッチリなのがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。そして色も今回この辺の色って結構難しいみたいなんですよね。マットと思いきやちょっと青みがかってる、緑も少し入ってるのかな。なんでこの辺が絶妙な色で、でフロントのフェンダーに関しては何回もやり直して色をもう完璧まで合わせてるそうです。そしてダクトがここ、ちょっとなかなか動画だと分かりづらいと思うんですけど、こっちが純正のボディカラーの方のマットで、こっちがサテンのブラックになってると。でちょっと絶妙に色が違うと、これ外出るとなんかもっとはっきり色の違いが分かるみたいです。だから純正のこのボディカラーってマットブラックではないなんですね。これを見比べると分かっていただけると思います。あとミラーなんかはこれ純正色か、はい。そしてあとはルーフ関係ももう装着が終わってこんな感じで、やっぱり上がつくと結構違いますね。そして電動のサイドステップとあと純正のサイドステップもしっかり黒くなってて、マフラーが唯一艶があるみたいです。これちょっと最後までどうするかなんて言ってたんですけど、まあ、これは一応そのまんま装着されてございます。そして後ろも全部装着終わって、ルーフのスポイラーとあと背面タイヤカバー、これもマットのカーボンになっております。そしてエンジンルームは今タービンが外れてるんですけど、リアルに明日戻しの作業があるみたいです。で、まあ、エンジンかけてあと細かいところ配線作業なんかして完成になるみたいです。もうこれはもういよいよっていう感じですね。そしてタービンとサブコンを発見いたしました。こんな感じで特別扱い、貴重品、確かに貴重品なんで。そしてこれがサブコンかな、800馬力化のキットです。まあ年長だったり多分マップが変わるのと点火タイミングなんかも変わるのかな、まあ、この辺を装着して、まあ、基本的には純正コンピューターの制御でちょっとこれで補正してっていう感じになるんだと思います。でブラバスの場合全部この辺がすごくないですか、純正アクセサリーのようなこんな感じでインストレーションガイドがあるんで、もちろん英語ですけれども全部細かくこういう風につけなさいねっていう、ここを何センチにしてアクチュエーター&コストで、これで全部作動テストして、はい、ああしてこうして、で多分これは書いてないかな、あこれあと配線類なんかもで全部やると、例のあのキンキララメのエンジンカバーになって、あありましたねこれです、はい、キンキララメのエンジンカバーになって800になると、はい、本物の証が装着されそうです、はい。いやいよいよですよね。あと RX がかなり進んでるみたいなんで見てみましょう。あのガチンコなんでちょっと高橋さんマイクついてませんけど、はい、僕が代わりに、はい、あの喋るんで通訳してます、はい、だいぶ組み上がりましたね、ほぼもう最終的な組み上げの段階みたいです。ガラスも外れてたのが装着されて、これガラスはちょっと飛び石が結構高いのあって、はい、交換、あ飛び石があったんで結局交換したんですね。
でも結構熱線とかなんかいろいろセンサーとかついてるじゃないですか。あとエイミング、あーなるほど、前の車捉えるセンサーなんかついてるんで、それじゃああれですか、再設定が必要になる感じですか。そうですね、はい、なるほど、その辺なんかもやってあると。でこれはさすがにあれですね、ガラス屋さん呼んで全部交換してもらってになるんですけど、ボンドボディでその辺も全部できますんで。いやしかしすごいっすね、これちょっと詳しくは完成した時にマスターをお伝えしたいと思いますけど、ちょっと高級な感じからちょっとスポーティーな感じになったのと。これ磨きも終わってるんですか、これからですか。なるほど、ちょっとまだ肌がツヤツヤまではいってないんですけど、めちゃくちゃ綺麗に塗れてますね。ちょっとそうですね、ちょっと環境的にちょっと埃がかぶっちゃってる。ああなるほど、こんな感じで。そしてこっちも塗ってあって、この辺はじゃあ詳しく完成したらしっかりマイクつけて紹介しましょう。はい、はい、これすごい。そしてミラーなんかも今組み上げてますけど、これ中までこうふわっと色入ってるから、ちょっとやそっと分解しても分かんないですね、これ。分かんないです。でこのガラスの際まで塗ってありますからね、これマスキングじゃできないですからね、ここまで色入れるのって。モールなんか後からこれパチパチって入るんですか。そう、そこサイドモールは後から。なるほど、この辺なんか、あこっちもっすよね。そうだ、このルーフのモールの中まで塗ってますから、すごい。全て。そしてホイールは変わってないんちゃうっけ。ホイールは変わってない。なるほど、ホイール変わったように見えますよ、なんかそのぐらいなんかちょっと違いが。でこの辺なんかも塗ってあって、今リアを絶賛組み立て中みたいです。はい、これはちょっと後でお伝えしたいと思います。そしてなんとこの SVJ がボンネットが外れちゃってますけど、これが大宮店の依頼の入庫のやつです。伸びてる。はい、でこれ詳しく紹介する予定があるんで、まあ、今回はふわっとボンネットを伸びていくに。今向こうで作業してるんですか。いや、とりあえず一発目が塗り終わってる。もうそっちで塗り終わってるみたいです。ちょっと見てみましょう。ルーフは前回とかちょっと前に伸びてるんで。あ、なるほど。ていうかこのえぐい造形の SVJ をいじるんですね。これめちゃめちゃ話がマニアックだし、動画カメラでどんだけ撮れるか分かんないですけど、はい、この SVJ しかもロードスター、これプロテクションがこっから先貼ってあるんですね。前回り全部貼ってあって、でこれ肉眼で見るともう全然色違いますね。そう、やっぱりプロテクション貼ってないところは真っ白ね、でプロテクション貼るとやっぱ若干濃くなって黄色くなる。ちょっと多少黄色っぽくなってますね。確かに黄色っぽくなる。この色の違いが分かると嬉しいんですけど、で調色するのにボンネットだからまたちょっと飛んじゃうんですけど、なんでだけどやっぱりこうプロテクション貼った時にちょっと違和感出したくないから、うん、だからもちろんこっちで色が合わせてあって、でなおかつまあプロテクションフィルム貼って再確認、はい、なるほど。これプロテクションフィルムは同じものを貼るってことですか。なるほど、全く同じものを貼って色がちゃんと合うかどうか。こっちがだから こういうことか。そういうこと。こういうことですよね。はい、こんな感じで色が合わせてあるみたいです。ちゃんと色の確認もボンネット乗せて、はい、するときにプロテクション耳だけ貼って確認します。なるほどなるほどなるほど。なんでそういったプロテクション施工してあるんだけどとか、そうです、はい、まあ、微妙な色味とかご相談いただければできる限り、はい、高橋愛で合わせてやるみたいです、はい、これもじゃあ一回合わせてフィッティング確認して、今色が入ってる状態ですかね。これまだ何もしてない状態ですよね。なるほど、まだ本当に何もしてないですね。あんまり塗りたて焼いてもいない。ああ、そうなんですか。これは全部ドライですよね。いや、これはね、はい、FRP なんですか、これ。へえ、じゃあいろいろ素材があるんですね。で前から見るとちょっとこのダクトになってるのがちょっとポイントという、この辺がまだちょっとこれ見せられる状態じゃないんですけど、ボンドチャンネルだから見せちゃいます、はい、そしてなんとこちらにあるバンパー、 GLS のバンパーなんですけど、これがなんとマイバッハルックになっちゃうGLS のものらしいです。もう先にバンパー塗り上がって、もうこれも多分塗りたてなんですけど、これから組み上げて細かいところやって仕上げていくみたいです。でそっちがリアバンパー、もうなんかいろんなものが全部同時並行で
進んでるみたいです。でこの辺なんかもそうかな、ちょっとこの辺もあの完成したら詳しくご紹介したいと思います。であとはちょっと僕には何のバンパーかわからないのがあったりとか、あと向こうではキャリパー塗ったりホイール塗ったり、本当にありがたいことに忙しく過ごさせていただいてます。この辺レンジかなんかかな、違うかな、何のホイールだかわからないです。で塗り分けなんかもできますんでお気軽に。さあそしてこちらの GLS がなんとマイバッハルックになっちゃう GLS でございます。結構ね前回りの印象が全然違うんで、まあ、ちょっとそのドレスアップというか、まあ、エクステリアの雰囲気を変えるってことで、まあ、そんなのもできちゃいますんで、まあ、ただ一緒に見えて全然違うんでもうごっそり交換になりますんで、まあ、これは完成したらご紹介したいと思います。でこれ中もベージュでめっちゃかっこいいんで、これは相当イケシャができそうな雰囲気がしております。口が回っておりません。そしてこちらの体感ターベース、これオートサロンに出店させていただいた車なんですけれども、オプションのカーボンエクステリアパッケージがついているとリアのテックアウトの設定がないんですけれども、まあ、せっかくならどうにかしてつけようということで、今回このリアバンパーを全部ごっそり交換してテックアウトのエアロパーツがつくようにこれからするみたいです。もうだからエクステリアパッケージついてるのにもうほぼ全部やり直して、まあ、完全体にこれからなっていくみたいです。これもちょっと完成したらお届けしたいと思います。そしてこれがもう1台作業が進むゲレンデでございます。これ何するかっていうと、まあ、名古屋店の方からわざわざ運んできたんですけども、ここになんとこういうグリルガード、今まで結構グリルガード何台かご紹介させていただいたじゃないですか。あれってこっち側だったじゃないですか。それがなんとこっち側のメガネみたいなやつ、これ純正でなんか本国オプションであるらしいんですけど、それをつけちゃうみたいです。でそれつけるためにバンパーも交換するみたいです。なんかバンパーがそれがステーが出てくるんですけど、これだとつけられないということでバンパーを交換してステーを出してこのガードをつける。ただ本国でもかなり貴重なパーツらしいんで入荷めちゃめちゃ時間かかったらしいんですけど、ようやく全部揃ったんでボンドボディの方で作業してこれをつけちゃいますんで、これもお楽しみにということで。そしてこちらのお車ですね、もうカスタマイズも結構進んでて、ホイールが黒かったりとかルーフもブラバスアドベンチャーみたいなラックがついてて、これもつけるみたいです。結構あのチェックしてる方だとご存知だと思うんですけど、なんか新しい方の 4x4 もこれがつくらしいんで、はい、この辺かなり注目のパーツじゃないかなと思います。さあというわけでボンドボディの進捗をお伝えしました。ちょっとあの車が東京に行ったりとか時系列がちょっとバラバラになっちゃったりするんですけど、まあ、ちょっと忙しく過ごさせていただいてますということで、そしてさらにですねちょっと忙しすぎてあの人手が足りません。一緒に働いてくれる仲間を募集しております。まあ、詳しくはボンドホームページのリクルート欄をご覧ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。
今回交換するスプリングはこちらの IID のスプリングになります。それでは作業を始めていきます。はい、今日はマグノナイトブラックを朝食していきます。ワイドスター1周塗るので、バンパー、オーバーフェンダーぐるっと1周塗る分を朝食します。この上に書いてある056というのがカラーコードになります。マグノナイトブラックの原色になります。黒、メタリック、ブルーが入っています。グリーン味を強くしていきたいと思います。ツヤ加減はもうちょっとツヤがあるのでマットクリアを調整してもう少しツヤを出していきます。